当たってる。乗れ。乗った。おはようございます。おはようございます。今日はクロックオンリーの大会ということで、これで行きたいと思います。いよいよ。山田さんとあの年始の山田さん優勝から戦い続けて、そうですね、2019今日が最終戦ですね。そうですね、最初に勝った人しか選べないから別にあとは打線みたいな。負けないですよ今日は。今日置きに行くとかやめてダウンショットとかマジでやんないから。山田さんはそれ2本持ってきたんですか？捨てていっちゃおうかなって。俺も今日それ2本組んできた。4本持ってるうちの2本。お願いします。また俺あの小堀さんの事前攻略法を聞かないと釣れないんですけど。あ、今日の攻略はですね、ビッグベイトですね。本格的なんですか？朝一からビッグベイト。ありえない。ありえない。ありえない。攻略法、今日の攻略法は長島の5メーターから2メーターが正解。でも、これ3本釣れないかな。ああ。あのブログとかあの SNS で見ました。でかいの深いのに出だしてますよっていう。長崎の魚落ちてきますね。あ、やっぱりあっちなんですか。だけど取れないね。今年は頼朝の方はあんまりやられてないんですか？やられたんだ、ちっちゃい魚しかいないところ。そうなんですよね、あそこ釣っても釣っても金太郎で。ここはもう、たまに混ぜるけど、キーパーが。はい。キーパーが混ぜるよ。サイズはまず混ぜる。でも笹川はでかいんちゃう？あ、本当ですか？笹川に人が多分3分の1ぐらい方面に。ここが多分4、5人。はい。皆さん準備はよろしいですか？ダメダメ、まだダメ。ダメだよ。なんならあと1時間後ぐらいでいいよ。準備よろしいですね。ダメだってな。今釣り子さんに邪魔されてるのか。下の下手になります。お腹さん下手に乗ってくれるんだったら楽しいけど。準備完了しちゃいました。準備完了しちゃいました。準備完了しちゃいました。田中さんが一緒に乗ってくると、田中さんも撮ってますよ。今日は。になるよ。そうですね。あ、乗るんじゃ田中さん。いや、もうあそこに準備しちゃう。俺だったら乗っちゃうな。そう。じゃあ、簡単にルール説明だけ。頑張ります。今度乗してください。ぜひ。お願いします。今年で最後となりますグラチャンになりましたけど、今回も、小森プロとアウトプロに、ゲストプロで、本気で一緒に、参戦してもらってます。昨日の夜まで本気だったけどね。そうですね、昨日の夜から本気でやってますんで。だいぶもう昼間はいいって言われてる。ルールなんですけど、ちゃんは、25センチ以上のキーパーの3本線です。3本線になりますんで、キーパーちょっときっちり測りますんで、25センチない魚はキープしないようにします。でこの後スタートして希釈は、2時です。希釈は2時12時でしょ。俺キャップ3時ですよ。なんだよ、2時だったらもう一杯少なくしとけばよかった残りを。いや、その1時間か。いますけど、亀山は、ルールで各桟橋打ちは禁止になってますんで、桟橋の周りは釣りしないでくださいね。おはようございます。元気ないな。おはようございます。住民の皆さん、おはようございます。今日はよろしくお願いします。気をつけて頑張ってください。おはようございます。おはようございます。昨
状態で酒が残らないという、もうすでに抜け切ってるので、釣りに集中していきたいと思います。足りねえじゃねえかおい。残ってる方は落水しないように気をつけて釣りしてください。一日よろしくお願いします。3時間です。3時間おはようございます。釣り子 TV です。いよいよ時田の最後の戦いグランドチャンピオンシップにやってきました。前回ね、あのライトリグにこだわって結構ちゃんと魚は釣ることができたので、今日もねリミット3匹時間までにきっちり釣れるように頑張ってみたいと思います。で、今日のメインウェポンがこの中に入ってるんですけども、まあ、レッグワームを中心にディトレーターとかね、あとね冬の時期に重要なエア抜きの針とかね、こんな、まあ、黒のレッグワームがこの前具合良かったから、あと濁りも入ってるから引き続き使うのと、青木プロのね作ったディトレーター、ここら辺がローテーションしながらね、もう本当ライトリグでね集中してね、まずは朝の、まあ、朝まずめっていう時間帯にねなんとかね3匹釣って、で釣れたらそこからねちょっと展開を考えると。一応ねベイトも積んではあるので、もし釣れたらねなんとかそういう方に持っていきたいななんていう風に考えてますよ。うわー、前回ねいっぱい釣れたポイントに結構ゴミが引き寄せられてますね。まあでもだから朝一番もしかしたらね守られてたかもしれないので、とりあえずやってみます。よいしょ。まあごちゃごちゃいっぱい持ってきてますが、使うのは2本ね。よし、来た。よし、来たよ、1匹目。さあ、のんきかな。よいしょ。あー、これはのんきっぽいね。うわ、バス、冷たい。丸坊主ではないんですけど、小森さんの言った通り、ちっちゃいのが多いのかな。これを重ねて、そんで25センチ以上狙っていきたいと思いますよ、まずは。いやでもね、ギリキーパーある。いやちょっと一応キーパーありました。よし、1匹目。いや測っといてよかった。案外ねキーパーあったね。引き続きレッグワームの黒、もうとりあえず揃うまではこれと心中するつもりで、ね、ほんとね今のもスーペリオだからね当たり感じなかったんだけど、上げてみるともういいとこにかかってたね。ちょっと朝一効果か、想定より浅いとこにいた。ダメだ、釣れない。ちょっと今日はちゃんと、魚探持ってき
来たからね。ちょっとディーパー入れて、ベイトを探すっていうより、ここロードベッドが入っていて、で、そのね、ロードベッドから落ち込んだところを結構じっとりと探ることができたらね、チャンスがあるんですけど、ちゅうわけでディーパー来たね。ちょっと今日はこの前雨があったから低気圧も重なってね、すごい状況が良かったのかもしれないんだけど、やっぱこの下まで来ると7メーターぐらいあるから、魚はなんか上のレンジに映ってるね。さあちょっと感度調整して、はい、今日は魚探も魚が上ずってってんな。そこにね、ぎゅーっと、あ、でも一応そこにも映るね。ベイトの群れみたいなのも映るし、ちょっとでかめ、なんかこのワカサギの群れなのかな。いいやつはね、こういう浮いてる餌を追っかけ回してんのかもしんないね。ここら辺とうまいことリンクできれば。水温はね、ちなみに11度。ちょっと前回魚探使ってないからわかんないけど、まだね、10度切ってないから状況は秋の終わりぐらいの想定でアクションしてます。抜けた。あー、くそー、打つ、うわ、針先が出ただけ。今ね、タンタンタン、いるはいるんだよね、映ってるしね。ちっちゃかったと思って気を取り直して、でもね、これに結構今映んないとき、ほんとここ何も映んないから、結構ね、変なベイトの群れみたいなのも断続的に映ってるし、どっかでまたね、地合いがで、また太陽がバーって差し込んだりしたら状況変わっちゃうからね、こうベイトも映って当たりも出てっていう、このタイミングでどうにか追加したいですね。たまたまゴミを避けたいからってのもあるから、普段とちょっと違う流し方なんですけど、まあそれはそれで今当たりも出たし、何にしてもとりあえず3匹何が映ってるのかまでは分かんないけど、何か水中は結構盛り上がってるかもしれないから集中します。結構いい感じの映り方するんだよな。お、もう一回来た。あー、ダメだ。
今もね完全にこういう時にシルクかな。今短い時間でね当たりが連発しだしてるからちょっとどういう魚かわかんないけど、で魚探の反応もバッチリで、魚探は今ね竿につけてこうそこの横にぶら下げてるからちょっと俺より後ろ目の映像が映ってるんですけども、これはチャンスタイム、集中しますよ。でちょっと今ヒントはアクションして止めた時にバイトが出てるね。バタ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 ピタッでこうふわーんってちょっとフォーリング、ほんと短い距離してる時とかにグッ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 ってね、そういう感じで当たりが出てますね。でもあのデカバス特有のカンってね抑え込むような当たりの出方ではないから、多分ね小バスがじゃれついてるんだと思うんだけど、とりあえず12月もねもう中盤を過ぎてくる時期だから、そんなのもこんなのも片っ端から釣っとかないとね、とりあえず3匹釣らないことには。ということで今日は、前回ね雨でイエイエイって感じで釣れたけど、今回は魚探も入れながら結構ガチで狙ってみております。でそんな時用にリグってきたのがハブくんの柔らかめの竿にねシルクワーム、ちょっと今の吸い込みきらないバイトのやつ、この一口サイズヒュッてね吸って食わせらんないか何とか入れています。当たり自体はレッグワームに出てるからレッグワームなんだろうけどね、ただコンパクトシルエットで吸い込んでくれるんであれば、ちょっとまずは釣りにかかりたいね。依然魚探には断続的にいい反応、くそこの地合い逃したくないな。なんかこのエリアにようやく魚が刺してきた感じがあるんですが、当たりが出てたとこに葉っぱが吹き寄せられてきちゃうな。ここの今すげえ葉っぱがいっぱいあってね、レッグ葉っぱが押し寄せる前にもうなんとか刺してくれ。小森さんのこの竿はいわゆるコンコンとかそういう感度じゃなくて、今みたいにねちっちゃい葉っぱ1枚
がもたれかかった重さと通常のアクションしてる重さの違いが、こう穂先のソリッドティップ部の変化で感じ取ることができる。この違和感っていうかちょっとした違いに集中して、そうするとね、ほんと慣れてくると、あ、これ魚だなって待てるようになるんですよね。で待ってちょっと聞いてみると、ドゥ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 とかこう入り込んでいったりする。今ね、ちょっとこの前ロードベッドの上から落ち込みの4メートル前後のところ狙ってたら当たりが出たんだけど、たまたまちょっといろいろ足元まで探ってみて、なんつうかな、下の落ちたこの7メートルレンジ、ここら辺で結構ねバイトを2回感じることができたんで、ちょっと岸際にこだわらずね、いい感じの魚探の写りもあるから、前回捨ててた深めのレンジもしっかりとサーチしてみたいと思います。当たってる。乗ったよ。どうだ。のんきだ。ちっちゃいな。でもいっぱいね映ってるところで食いましたよ。やっぱこのサイズ中心なんだね。はい。魚探にちょいちょい映っているこういうのは、こういうね小さいバスみたいですよ。わあ、もうずらしもしなかったですね。まあでもね、久しぶりの当たりがもらえたんで、引き続き一応やっぱこうちょいちょい映ってるのは全くないってわけじゃなくて、ですが微妙な。でももうつってとりあえず30センチぐらいのが混じるのを待って、展開的にはこの前と同じ展開で、1匹目そして2匹目のんき、まあ、時間は14時まであるから午前中いっぱい使ってなんとか3本で、できればねえ1500のベースを作りたかったけど、この感じだと1キロ積んのれ精一杯かもな。ちょっとこ根がかりが多発しがちだから、針先は薄皮差しでちゃんと隠して、
立ってる。どうだ。いやーまたのんきかー。よいしょ。はい、またのんきサイズっぽいね。親指がこんなでっかく見えるもんね。逃がしてあげます。えい、ありがとう。